はい、それでは東京マルイさんの新製品アルバート W モデル 01P こちらを分解していこうと思います。 M9A1 や USM9 と内部構造がほとんど同じですので、そういった機種の分解の際にも役に立てるかと思います。ではテイクダウンしていきます。テイクダウンボタンを押し込んで、テイクダウンレバーを時計回りに回してスライドを引き抜きます。続いてスライド行こうと思います。リコイルスプリングとリコイルスプリングガイドですね。こちらを外しますと、バレル意識がごそっと抜けてきます。一旦前に出して、このように引き抜いていきます。続いてピストン意識抜き出すために、後ろですね、スライド後部の六角ボタンボルトを緩めていきます。でセーフティーレバー外れていきますので、まず右側から抜いていきます。左側のセーフティーレバーなんですけれども、クリックピンとクリックスプリングが入っております。飛び出しに注意してください。こちらですね、クリックピンとクリックスプリングですね。はい、ではピストン周りを外していきます。ピストンなんですけれども、小さいネジ3本で止まっております。後ろ2本と前1本、この前1本の方が少しだけ短くなっております。組む時には長さに注意が必要になっています。はい、この状態で外れるんですけれども、スライド手で広げてもいいんですが、このようなですね、スクレーパーというもの、時々動画にも出てきますが、こちらを使いますと比較的作業が楽で、スライドへの負担も少ないと思います。両側にスクレーパーを差し込んで、少しずつずらして外していきます。こんな感じですね。ここまで来ましたら外れますが、スライド取り外すときはですね、こちらを下向きにして、中に入っているスプリングなどが、落ちて紛失しないようにするのがおすすめです。こちらがシリンダーリターンスプリングとシリンダーリターンピンですね。こちら側にありますのがセーフティーレバーパーツとセーフティーパーツスプリング、小さいスプリングが入っています。はい、シリンダー意識が抜けてきまして、左右のピストンレールですね、ピストンについていますピストンレール2本ですが、ネジを緩めるだけで簡単に外すことができます。こちらですね、はい、こちらピストンカップです。このピストンカップがはまっていたネジなんですけれども、ピストンパーツリングというリングが入っています。こちらですね、では続いてシリンダー行こうと思います。シリンダーピンという片側に抜け止めが施されたピンが右側から入っていますので、左側から押して抜いていきます。こういうですね、先端にギザギザの抜け止め加工、ローレット加工と呼んだりしますものが入っています。ピンを抜くときですね、シリンダーバルブが飛び出しますので、蓋をしてからピンを抜いていきます。シリンダーバルブとシリンダーバルブスプリングですね。シリンダーです。はい、先ほど外しましたセーフティーレバーの右側のやつですね、こちらベースとレバーが六角穴付きの留めネジ、芋ネジですね、こちらで固定されていますので、細い六角レンチですね、 0.89mm の六角レンチで回すことで外すことができます。こうですね、
では続いてバレル周り行こうと思います。アウターバレルなんですけれども樹脂製ですので男性を利用してこのように外すことができます。アウターバレルにはですねロッキングブロックはまっております。ロッキングブロックピンを叩いて抜いていきます。こうですね、ロレットが施されています。抜き取る際にロッキングブロックスプリング、こちらが飛び出る可能性がありますので飛び出しに注意しながらピンを抜いていきます。こちらですねのロッキングブロック外れてきます。では続いてチャンバー周り行こうと思います。こちらのバレルウェイトですね、これはオーリングが抜け止めになっていて抜くことができませんのでオーリング取っていきます。左右からつまんでこのように伸ばして、このできた隙間にですね細い棒などを差し込んで取った方がよりオーリングに優しい取り方となっております。はい、バレルウェイト取りますとこの根元にもですね1個もう1つですねオーリング入っていますので取っていきます。はい、チャンバーカバー外すためにはですね2本のネジ緩めていきます。はい、チャンバーカバー左を取っていきます。そうですね、はい、ホップレバーとこちらがホップダイヤルですね。このホップダイヤルの向こう側にですね小さいオーリング入っています。外す際はですねなくさないように十分注意しながら外してください。はい、チャンバーカバーの右側ですね、こちら G ホップチャンバーのこの突起がはまるようになっています。はい、インナーバレルから G ホップチャンバーを取り出しまして、スライド周りの分解はこちらで完了となっております。続いてフレーム周り行こうと思います。はい、まずスライドストップ外せますので外していこうと思います。スプリングありますので飛ばないようにですね十分注意していただきながらこのようにすると取れます。スライドストップとスライドストップスプリングですね。続いてテイクダウンレバーも取れますので取っていきます。こちら、半時計回りにですね回していきますとこのように外れますので簡単に抜くことができます。こちらがテイクダウンボタンですね、中にテイクダウンスプリングというスプリングが入っています。飛ばないように注意してください。こちらのトリガーピンですね外していきます。左側から入っていますので右側からこのように叩いて抜くことができます。はい、続いてトリガースプリングというものがですねトリガーバーにこのように引っかかるような形で止まっていますのでこれを外していきます。こんな感じで外れますね。はい、トリガースプリングです。グリップを止めているグリップスクリューを緩めていきます。こちらですね、グリップワッシャーがはまっております。この黒いワッシャーのようなものですね。はい、グリップスクリューを2つとも外しましたらグリップが外れていきます。はい、この内側にですねグリップウェイトが入っております。これ左右ございます。このトリガーバーにですねテンションを与えて上の方に押さえつけているトリガーバースプリングというものを取り外していきます。ここですね。そうしますとトリガーバー外すことができるようになります。この状態でトリガーですね上から引き抜いて取っていきます。
はい、では反対側のグリップも外していきましょう。グリップスクリューを緩めてグリップを取り外して、こちらもですねグリップウェイト入っております。この時ですねマガジンキャッチがポロッと落ちやすいので注意してください。これですね、マガジンキャッチの中にはマガジンキャッチスプリングというものが入っております。はい、では次ですねハウジング外していきましょう。ランヤードリングピンというものを抜いていきます。こちらはですねローレット加工、抜け止め加工がされていませんのでどちらから押しても大丈夫です。この時に飛び出せないようにですね押さえながら引き抜きましょう。アルバートモデルの場合はですねランヤードリングキャップというものがはまっております。テンションがかかっているハンマースプリングプランジャーを押し込みながらストッパーを内側から押し出していきます。こんな感じですね、出てきているのがハンマースプリングストッパーです。こちらがハンマースプリングプランジャーでハンマースプリングですね。はい、こちらストッパーですね。はい、これでハンマー周りフリーになりましたのでハンマーピンを抜いてハンマーを取り出していきます。このハンマーからですね伸びているハンマーストラットはですねハンマーストラットピンを抜くことで取り出せます。抜け止めのローレット加工がこちらも施されていまして右側から入っておりますので左側からピンポンチなどを使って叩いて抜いていきます。はい、ストラットとトリガーですね。はい、ピンです。はい、リアシャーシ外していくんですが2本のリアシャーシピンで固定されているんですが上側のピンですねシアとシアスプリングを止める役割もありますので抜いてしまいますとシア周りが飛ぶ可能性がありますので十分注意してください。このために先にハンマーを取っておくのがおすすめです。はい、シアスプリングとシアですね。はい、もう一本下側の方のリアシャーシピンを抜きますとごそっとリアシャーシ全体が抜けてきます。あ、フロントシャーシ外してませんでしたので外していきます。フロントシャーシこちらのモデルの場合は2本のプラスネジで止まっております。フロントシャーシですね。はい、リアシャーシなんですけれどもノッカーロックとノッカースプリングがこちらに入っております。続いて、こちらのプレートなんですけれどもこれを緩める前にノッカースプリング、このスプリングですねこちらのテンションを緩めておきます。引っかかっているこの部分をこのようにですね外してあげます。はい、こうしておいてからリアシャーシプレートのネジを外していきます。リアシャーシプレートです。こちらがデコッキングパーツですね。デコッキングパーツスプリングで、スルッとノッカーが取れてきます。でノッカーピンが入っていますのでこれを外してノッカースプリングが取れてきます。よく見るとこれ左右で形が違います。はい、以上でアルバート W モデルの分解は完了となります。修理やメンテナンスなどの際のご参考にしていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。